CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も政治家のおすすめ、田村亮さんとともにお送りしていきたいと思います。田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回第1回目ということで、はい、まあ、この番組、まあ、たった6回の番組なんですけど、うんうん、まあ、ざっとした概略をお話ししました。まあ、政治家、いい政治家増えてほしいよねと。でも若い人はあんまり政治に関心がないと。その一つの原因が選挙とか政治家の仕事が分かってないからだろうということだったので、うんうん、じゃあ具体的に、まあ、29歳から政治をやっている私とですね、はい、まあ、4000人の選挙をお手伝いされてきた田村さんとで、まあ、若い人たちこんなことで政治家になってますよねというようなこととか、うんうんうん、選挙ってなんだというようなところの、まあ、裏話的な話を展開していこうということなので。わかりました。裏話です、ね、はい、裏話的なこともちょろっと入れていただいた方がいいんじゃないかなと。また僕怒られるかもしれないですけど、はい、いつもレッドラインギリギリを、はい、渡りながら番組作っていきたいと思いますので、承知しました。よろしくお願いします、はい、お願いします、はいはい、でまず今日のテーマは政治家になるとはということなんですけど、はい、はい、これは、あなたは政治家になる方法を知っているか、政治家になるための資格条件とはという問いを出してもらってますけど、はいはい、やっぱり政治家になれるってなかなか想像できる人って少ないと思います。普段の生活をしててですね、はい、っていうのはあると思うんですけど、神谷さん政治家になるための資格とか条件とかってご存知ですか？はい、そうですね、まず住民票がそこにあること、うんうん、だから25歳以上であること、うんうん、供託金が出せることぐらいですかね。なるほどですね、はいはい、もう非常に優等生の回答だと思うんですけど、はい、実はですねもうちょっと違う、うん、実はですねもっと緩いっていう、はい、形で政治家になる方法もあるんです。はい、はい、どういうことですか？例えばですね、はい、未成年でも、はい、外国人でも日本の政治家になれるんです、うん、実は。ほう、そういう資格と条件もあるんです、はいはい、それどういうことですか？実はですね、はい、これは正解を言うと政治家っていろいろいるんですけど、はい、国務大臣、はい、これはですね実は条件がありません、うんうんうん、はい、これは内閣法に定められているんですけども、はい、内閣総理大臣が任命すればいいと、はい、資格がないんです。なるほど、そうきましたか、はい、ということでですね、まあ、これは一つの雑学なんですけども、はい、非常にやっぱりこう民主主義の世界ですから、はい、やっぱりその非常に政治家になりやすい環境というのは、うん、制度上は整っているはずなんですね、はい、はい、というのがまあ一つです、うん、はい、まあ、あと今言った通りで、うん、やっぱりお金の問題とかもあるとは思いますけども、はい、まあ、やっぱりその25歳であればいいとか、うんうん、そういった部分がありますの で、 そうです、ね、さっき私住民票と言いましたけど、うん、市議会議員を想定していましたけど、はいはい、市長とか国会議員であれば別にそこの住居が、ね、その選挙区いなくても大丈夫ですね。その通りですね、はい、うん、で、でそういう形で資格条件は非常に緩いんだということをまず皆さんに知ってもらうということですか？そうですね、実は、はい、例えばその政治家というのは公務員だと思いますけど、うん、まあ、実際公務員だと難しい、はい、試験がありますね、はい、うんうん、そういうのありますけれども、はい、やっぱりそういうのではなく、まあ、選挙という一種の集団面接というふうに置き換えると、はい、なるほど、はい、選挙は集団面接、怒られたらすみません、はい、ただですね、まあ、一つそういう筆記によらないその選ばれ方というのもありますので、うん、はいはい、そちらがお得意で挑戦したいという方がいてもいいんじゃないかと、うん、これは一つ思うところですよね、はいはい、なるほど、うん、そして、政治家の職業待遇としての魅力ということなんですけど、はい、政治家は日本を変えることができる仕事って書いてありますけど、はいはい、まあ、日本を飛び回っている神谷さん、はい、まあ、政治家として非常に楽しんで、はい、こういろいろ駆け回ってるっていう辛いこともあるんですよみんなにはいつも楽しそうだねって言われますけど、はい、なるほどですね、はいはい、まあ、今回楽しいってことにしておいてください。わかりました、はい、流れ上そうしておきます、まあ、はいはい、でも非常に充実した日々を過ごされてると思うんですけども、はい、まあ、そういうふうにその地方議員といってもやっぱり全国の事例を見たりとかっていうことで、はい、まあ、この辺は詳しく神谷さんに伺いたいところですけれども、はい、まあ、やっぱりその仕事自体でも非常に充実感とか楽しさというか、はいはい、普通の会社勤めとは違うというのはありますですよね。そうですね、まあ、社会のルールを作っていく仕事でもありますし、本当にそのお金とか関係なく困ってる人とか社会的な問題とかを見つければ、うん、そこをまあ正面からこう全身全霊でぶつかっていける、で成功っていうかうまくいけば人からありがとうっていう報酬がもらえる、うん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 、そういう点では非常にやりがいのある仕事だとは思います。あ、はい、なるほどですね。もうまさにもう政治家の仕事っていうのはやっぱりそのないで、まあ、やっぱり多くの人がやっぱルールに縛られる中でそのルールを作っていくぞという非常にクリエイティブというか、うんうん、な仕事で、まあ、やりがいというのはもうないという人はいないと思うんですけども、うん、まあ、それ以上にあとはこの職業としてのやっぱ待遇というのもですね、
魅力的です。ほう、はい、どの辺が、はいはい、でこういうのあんまり言うとですね、はい、まあ、けしからんとかそういう話になるかもしれないですけれども、はい、けしからんとか、まあ、僕はけしからんと言いますから失礼しました、はい、まあ一つとしては、はい、やっぱりその政治家、例えば地方議員という形で言うと、うん、まあ神谷さんが所属しておられた、うん、まあ、例えば吹田市という大阪の、はい、市で、はい、考えると大体予算規模がですね1000億円ぐらいある。そう、普通予算 で、ね、特別も入れたら2000億あります。そうですね、はい、はい、でまあ政治家というのはですねやっぱりその会社でいうと役員というふうな扱いになりますから、うん、その2000億の規模の会社のですね、まあ、役員にいきなりこう慣れてしまうかもしれない、うん、それは25歳とかそういうふうなキャリアとかによらずですね一定の条件を満たせればなり得るというのはですねやっぱり非常に魅力だと思いますですね、うん、それはまあ給料面とかあとはその そうですね、そこでの、まあ、もちろん大変で充実なことっていうのはあるとは思うんですけれどもその辺で報われているという仕事もあると思いますですね、うん、まあ、でもそれも確かに政令市とか、うん、都道府県レベル県会議員とか政令市の議員でしたら、まあ、年収というとあれですけど歳費1000万以上ですね、うん、吹田でも4、まあ、36万ですから1000万以上ありますと、うん、ちょっといいですけど1万人の町とか行ってやっちゃうと非常に悲惨な目に遭いますと手取り10万台ですみたいな食べていけませんっていうのもありますんで、まあピンキリなんですけどね、はい、でも例えば私なんかも29で当選して、うん、でいきなり、歳費が1000万以上来るわけですよ年間。そういう点ではやはり普通のサラリーマンとかよりも全然使えるお金というのは、うん、まあ、手元に残らないのが活動すると手元に残らないのがなんですけど、はい、まあ、でも扱えるお金が大きいという点では確かにそうかもしれませんね、はいはい、もう本当にその通りですね、うん、やっぱりその、まあ、その給与というのはですね、まあ、自治体ごとに、まあ、事前に分かりますっていうのがあるので、はい、うん、まあ、その辺ご興味ある方はお調べいただいたり、そうですね、本にも載ってますので、そうですね、これも載ってますし、各自治体のホームページにね、はい、載ってますよね。そうですね、はいはい。これはもう公開情報としてされています。はい、そして3つ目なんですけど、選挙に勝つ一番シンプルな選挙攻略法と、当選のみならず負けない選挙の戦い方って、多分一般の方はここ一番興味あるんじゃないかなと思うんですけど。はい、やっぱりその選挙というのはですね、そうですね、次のフリップを次のフリップいきますか、はいはいはい、選挙経験ゼロでも当選する方法がありますと。でしかも面白いですね、ドラゴン桜式選挙攻略法と、選挙にもルールがあり攻略法があるということなんですけど、はいはいはい、ちょっと先ほどの話と共通するんですけれども、うん、やっぱりその未経験でも、まあ、当選するというふうなことを、まあ、言っておりますが、はい、ドラゴン桜ってご存知ですか、はい、受験の漫画ですよね。そうですね、はいはいはい、ドラゴン桜の、先生桜井先生、ね、はい、桜井さんでしたっけ、はいはい、忘れました、まあ、彼がやってる方法っていうのは、まあ、大学東大にですね、まあ、受かるっていうふうな形です、うん、で、まあ、東大に受かるという目標設定をして、まあ、東大に一番受かりやすいその理科一類という部分を狙っていくぞという戦術なわけですけれども、まあ選挙もですねやっぱりこう目的で例えばそのどこどこの自治体に行くぞというふうなことであればですね、そこからはですね、まあ一体何をやったらいいかわからないというのが非常に多いんですけれども、やっぱり選挙にもルールがあります。ルールがある以上は必ず攻略法があるということなんですね。なるほど、はい、はい、でその選挙の勝率は〇〇で決まると、はい、勝率8割を実現するためにってありますけど、はいはい、なんで決まるんですか。そうですね、はい、これ分かります。選挙の勝率は、うん、立候補者数で決まる、候補者数で決まる、あ、はい、まあ、この丸々、そうですね、それっていうといろいろ当てはまるかもしれないんですが、はいはい、うん、まあ、私がここで想定した答えというのは、はい、選挙区で決まりますね、はい、なるほど、どのタイミングでどの選挙区に出るか、うん、そこがすでにどれだけもう勝率を決すると言ってもいいと思いますね、はいはい、うん、例えばその勝率の少ない選挙区に出てもそれはいくらお金を使おうと、はい、いくらどれだけ長い期間をかけようとダメなものは難しいと、うんうん、この辺は一つ、はい、ご実感としてもどうでしょうというと、まあそれは市議会議員の選挙なんていうのは何十人かを選ぶわけですから、うん、まあ、はい、ほぼ8割9割通るわけですよ、うんうん、出れば、ね、まあ、その、まあ、強いも法罰になっちゃいますけど、はい、でも一方首長選とか国会議員選挙って、うんうん、ね、1人を選ぶ選挙ですからめちゃめちゃ勝率は低いわけですよね。そうですね、はい、だからその選挙区とあと選挙の種類っていうこともありますよね、うんうん、はい、
そうですね、政治家も非常に十人十色というか、はい、まあ、地方議員もいれば首長もいて、はい、国会議員もいると、うん、ですから、まあ、その政治家になりたいよというふうな話、私は選挙の専門ですから、はいはい、そういう意味ではその選挙の登竜門としてですね、うん、政治家を考えると、はい、こういうことであれば、まあ、じゃあどれが一番あなたが政治家になりやすい道なのかと、うん、こういうふうなことを、まあ、お探しするということはできるということですね。はい、まあ、そういったところを、まあ、次回もう少し詳しく聞いていけるということで、そうですね、いいんですか、はいはい、この辺は10分じゃちょっとはい、話せないということですので、はい、まあ、このドラゴン桜式とかちょっと興味ありますけど、また次回、ね、はいはい、来週になりますけども、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。